どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。肥大引きの連という漫画を描いております。今日は、今日月曜日なんですけど、一日の仕事の流れというのをちょっと簡単に、動画にしてみたらどうかなと思ってやってみます。で、まああんまり動きのない動画になると思うんですけど、まあ僕が部屋で仕事してて、まあどんぐらいのペースで仕事をしてるか、まあ雰囲気をね、一日こんな感じで仕事してんだっていうのをなんとなく動画にしてみようかなと思います。というのも、なんか最近娘ちゃんが夜泣き収まって卒乳したんで、ミルク卒業したんで、夜すごいぐっすり寝れるようになったんですね。で、まあこれまで夜型で、夜型なのを利用して、まあミルクの係をやっていたんですけど、まあそれが無事卒業ということで、夜すごいめちゃくちゃ快眠なので、で朝結構すっきり起きるっていうのが、ルーティン化できたので、まあ仕事をなるべくこうギュッと集中してやるっていうのを結構最近になって意識してて、自分が寝る時間とか食事する時間とか、なんか一週間の間にこの日ジム行ってとかを結構ちゃんと意識して生活するようになったので、なんか、まあ平均的な一日になると思うんで、こんな感じで、仕事してるって、で、それが結構効率よく言うよっていうのを撮ってみようと思います。はい。じゃあ、まあちょっと短めの動画だと思うんですけど、よかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。仕事始めます。1時間経ちました。原作版の作画が、3ページ上がりました。ペースとしては、まあ、普通よりちょっと遅いぐらいですかね。結構1日のうちにコーヒー買うとか、なんか理由つけて外行くようにしてるんですけど、なんか次の話とか、今書いてる話整理するときのために、歩きながら考えるっていうのを1時間ぐらい、多分、まあ、一気に1時間歩かないですけど、1日のうちにトータル1時間以上は、散歩するようにしてます。なので、コーヒー買いに行くと言いつつ、多分30分ぐらい戻んないと思うんですけど、結構、外歩く時間っていうのは惜しまずやってます。で、歩いてる時だけ、音楽をめちゃくちゃ聴いてます。買ってきました。コーヒーと、ポカリ。なんか花粉症で喉が乾燥するんで、ポカリ飲みます。作業再開。やっぱ30分ぐらいかかりましたね。今、3時ちょい前。保育園が終わるのが5時なんで、まあ5時半ぐらいに帰ってく、娘が帰ってくるんで、まああと実質2時間今日、働く時間があります。なんか基本的になんか散歩の時は音楽ずっとガンガン聴いてるんですけど、作業中はほとんどっていうか音楽聴いたことないと思います。仕事してる時は音楽聴かないで、やっておりますが、やっぱりなんかそのなんだろうな、音楽聴くとテンションが上がるので、テンションが上がるとあんまり仕事に良くないので、なんだろう、なんかちょうどいいテンションで仕事をするようにしてます。YouTube は流しっぱなしとかにしてるんですけど、なんかまあ YouTube、 なんか無音だと逆になんかこういうなんか洗濯機の音とか2階のテレビの音が意外と気になるんで、無音よりなんか自分で選んだ YouTube 流しっぱなしの方がなんか逆にうるさく感じないという、思い込みでやってます。4時前です。で、4時前で1時間でね、3ページ全然終わってなくて 2.2 ページぐらいなんで、ちょっとペースが遅いんですけど、まあちょっと言い訳すると、今回なんか新キャラが異常に多くて、
ちょっとまあ新キャラの顔どうすんだ、こっちだと似ちゃうなとか、なんかそういうの考えながら作画してるんで、結構いつも以上に時間かかってます。あと1時間ぐらいで今日の仕事終わりたいとすると、ちょっと間に合わないんで、まあそうなってくると、まあ何回も時間削るになると思うんですけど、まあどんぐらいかな、あと3時間ぐらい欲しいなっていう感じです。なのでとりあえずチョコ買ってきます。はい、どんぐらい行ったらいいんだろう。カートゥーンね、うん、コミックワールドフェイマスジャパニーズ漫画エレンザサウスポーそうですね、結構なプロジェクトになると思うんで。そう、本当俺が間違えてるな。まぁ、ちょっと確認しといて、じゃあ。確認して、15日だね。15日って書いてあるわ。間違えてた、俺が。あ、大丈夫。大丈夫。CC の打ち合わせの後だから。うん。じゃあ、全然大丈夫。はい。はい、じゃあ、お疲れ様です。はい。マネージャーと打ち合わせ、電話ミーティングしました。まあ、週に1回ぐらい、今週こんなことがあるよっていうのを電話で共有してもらってます。あと全然関係ないですけど、そのコンビニ行くときに、デザイナーのニゴさんとすれ違いました。なんかヒューマンメイドの T シャツ着てる人いて、あれ?おしゃれな人がと思ったら、あ、本人だと思って。まあそんだけなんですけど。日本に輸入することができないです。まあ前にも言ったんですけど、今5時半になりました。で、娘ちゃんが帰ってきたので、本来であればここで仕事終わりたいんですけど、進捗で言うと全然今日はダメですね。今日は、11ページ、10.2 ページしか終わってないんですけど、5時間で 10.2 ページだから、まあ1時間 2ページしか書けてないんで、まあだいぶ遅いですね。で、締め切りで言うと、本当は今日中、ギリギリ明日の昼、納品なので、残りページ数で言うと、あ、でもあと4ページ。あと4ページなんで多分終わりますね。今日のペースで言うと、1時間2ページペースでやってるんで、まあ2時間、5時半、まあ、そうですね。この後、ご飯の時間まで1時間ぐらいあるんで、その間、奥さんが娘ちゃん見てくれてるんで、で、まあ、10時に寝るとして、まあ、10時までの間に、まあ、小刻みでも、トータル2時間取れれば終わる計算なんで、まあ、多分終わるでしょうということで、プラス、ちょっとこの YouTube 動画多分パートで編集して出すんで、あれなんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、5時間、1日の勤務時間5時間でチャレンジ中というか、今、それでやってみてるんですけど、なかなか、まあ、うまくいく日もあれば、いかない日もあるという感じでございます。まあでも、まあ6時間、7時間、まあ7時間、普通の働いたらどんぐらいだ ?9 時半に出社して5時半が定時だと思うんで、7時間。まあ普通のサラリーマンで残業なしで7時間だと思うんで、まあ6時間、7時間ぐらい家で自宅ワークで働いて、だったら、まあ健康的な働き方かなと思うので、まあ7時間ぐらいですね。それ以上あるとちょっとオーバーワークになって結構後々響いたりするんで、まあ7時間が限度でやれる仕事をしていこうかなと思います。で、今日反省はちょっと電話が長すぎましてね。マネージャーとの電話が長すぎて、
なんかちょっと楽しい未来の話をしてたんで、あの盛り上がってわーわー30分ぐらい話しちゃったんですけど、まあ本来であればまあ10分で終わる話を30分してしまったのが敗因かなと思います。まあ、そんな感じで睡眠時間確保しつつ働くことを、働いていきますので、まあ、頑張ります。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあ皆さんもお疲れ様でした。